はい、若杉です。今日は一人だけなんですけど、ショットの添削を送ってくれた子がいたので、そのショットの添削をしようかなと思います。せっかく添削するので、一応ちょっと録画して出していいか後で聞いて、出せたら出そうと思ってます。じゃあ先にちょっとショット見てみます。うん、かなりいい感じに進んでると思います。このショット自体は、もう4週間ぐらいやってるので、結構進んではきてるんですけど、ですね。で、先週は何言ったかわかんないかもしれないですけど、先週一応クラス内で、こんな感じにした方がいいよっていうところは、だいたい治ってきてるので、かなりいい感じになってきてると思います。で、気になったところが、ちょっとだけあったんで、そこの話をしようかなと。最初ちょっと背中が斜めすぎるかなと思って、あとバランスが少し悪い気がしたんで、足もう少し前でもいいかなと。そしてこれくらいがいいかも。であともう一つ気になったのがちょっと前も言った記憶があったんですけど、ここの前にこう、背中をこう曲げるときのポーズなんですけど、今これこっちからカメラから見るとよくわかんないかもしれないですけど、横から見ると多分こんな感じでちょっと見える気がするんですよね。こんな感じ、ここら辺でパキッてこう曲がってるような印象があるので、ここだけ見ると立ってるような感じがするじゃないですか。背中の下部分とここだけを見ると普通にこうやって立ってるような印象なんで、これがもう少し、横から見た時にお尻の方から前にこう回転するような感じ、ちょうどこの骨盤のこのラインがどっちを向いてるかって見ると分かりやすいかもしれないですね。この場合この骨盤のラインが割とこう平面の方を向いてますよね。これのラインがもう少しこうなるような感じにすると、こう腰からちゃんと前に倒れてる印象になるので、まあ、絵を描くときとかもそうですよね。こういうズボンとかのこういうラインとかが、その絵のパースペクティブ、立体感のヒントになったりとかするじゃないですか。それは良くも悪くもで、こういうところで、ちょっとこういうラインとかが下に出てると、少し今言ったみたいな感じで、ここが平らで上だけが曲がっているような印象に見えるかもしれないです。であともう一つ気になったのが、この今右手をドアにこうかけてるじゃないですか、冷蔵庫のこっちにかけるってことは、上の胸の部分がこう回転しないといけないんですね。こっちに回転し、それが今ちょっとないような気がするので、もう少しこんな感じになるような感じですかね。背中がこういう斜め、肩がこれになって、こういう感じ。こうすることによって、このビールの瓶に手を伸ばすっていう、このアクションもちょっと助けられる気がするんですよ。こっちがガガッ、あ、じゃあ、こっちが怖がったらこっちが伸びっていう。シルエットも逆に取りやすくなるような気がします。で、これは基本的には、全体的に、この一連の動きの中で全体的にそんな感じです。もう少しこう上半身の胸の部分のひねりがあるといいかなと思いました。こことかもやっぱりちょっとあれなんですよね。ここがまっすぐに対して、これパキッて曲がってる気がするので、さっき言ったように、骨盤の部分がこうなるようにして、そうするとそんなに違和感なく見れるような気がするんですけど、
これだけだいぶ、これだけなんか全然問題ないコースに見える。